アロハ YouTube! ジークラス YouTuber のりょじちゃんです。新しい G クラスが来ましたよ。来ました。新しい G クラスが、これは何で、なんか在庫車とかですか？これはですね、あの注文販売の方ですね。あ、はい、あのご注文いただいていまして、はい、で、あの車見つかって、入庫したてのほやほやの状態、これから納車準備の方に入っていく、G クラスとなってるんですけれども、まあ、今日注文販売ですね、まあ、こんな感じっていうのをご説明させてもらいながら、まあ、車の G クラスのご紹介もちょっとさせてもらいたいなと思いますので、はい、お願いします。お願いします。はい、今回ですね、ご注文いただいてたお車っていうのが、G350 ブルーテック W463 の方ですね。ブルーテックでご注文いただいておりました。で、一応ですね、ご希望として、まあ、この色はポーラーホワイト白のやつで、まあ、シートの革は、まあ、黒か茶色か、まあ、白、ポーセレンがあるんですけど、まあ、その辺は随時、まあ、状態がいいもの、があれば提案してくださいという感じでだったんですけど、うん、一応まあ今回あの黒側の、G350 ブルーテックが買えたというところで、まあ、予算内で購入できたという感じでこう仕入れがしてきたんですけど、うん、はいはい、で、ちょっと内外装もう本当車来たてたんでちょっと見ていこうと思うんですけど、はい、車がね、これワンオーナーなんですよ。お、はい、ワンオーナーで、でこれまでディーラーさんでメンテナンスもあの1年おきに受けられてた車で、で走行距離も、一応まあご予算的にいくと、まあ、5万キロ以内でかなっていうところだったんで、走行距離は4万1000キロ4万キロで、まあ、あの車検が今ついてない状態なんで、納車の時にはですね、車検2年新しく取って、もちろん点検整備もしっかりして納車っていう感じになるんですけど、あと、まあ、もちろんその辺は行うんですけど、外装の方もですね、もうある程度ちょっと補修、するところも把握してたんで、うん、はいはい、そこもちょっと手直ししながら、車をきれいにして納車させてもらうんですけど、一応ですね、まずパッと一人も入庫チェック、してあるんですけど、傷はねほとんどない状態なんで、うん、結構もう物は綺麗だなっていう感じです。ただ G クラスのもうほんとよくあるパターンですね。まずこのフロントのウインカーレンズ、あ、これですね、はい、うん、だいぶ劣化が、そうですね、中の中ひび割れしてるし、ちょっと黄色っぽくなってるんで、もうこれはね、あの交換ありきで考えて予算組んでますんで、うん、はい、これ交換ですね。あとね、バンパー、傷がね本当にないんですよ、はいはい、うん、で、あと、もうこれ事前に分かってたんで、はい、ここの部分直すっていうところあるんですけど、はい、一応ドアにねちょっとなんか波があるんですよね、はいはい、わかります？ちょっと波があるんで、ここ直そうと思ってます。はい、ですね。でもなかなか見てもわかりづらい。そうですね。まあ、しかも白なので、はい、なかなか。で、あとよくあるここです。背面カバー、よくね、はい、ぶつけちゃう人多いんで。まあ、ここに傷があるのも分かってたんで、傷とへこみ、うん、まあ、ここもきれいに直してご納車させてもらう感じで考えてます、うん、あとはね、全体的に見て、あ、すごいやっぱ程度いいなっていう、この辺のモール類も綺麗なんですよ。ここあれですもんね、よくあるあるの一つですかね。よくあるあるの一つの、そう、モールもね綺麗だし、うん、結構ね劣化が少ないんで、もしかしたらガレージ保管だったのかなっていう。確かにサビとかもありますもんね。うん、本当車は、あ、程度いいなっていう感じで。で、ブルーテックなんですけど、はい、350D と違い、たまに聞かれるんですけど、バンパーがね、この旧タイプっていうんですかね、
350D ってここは網やみになるんですけど、はいはい、まだブルーテックだとここにフロントのフォグランプつくタイプになるんで、はい、はい、バンパーの形見るとね結構すぐ違いがブルーテックなのか 350D なのか分かるっていう感じですね。であともう一個大きく違うのがこのオーバーフェンダーのこのサイズですね。ブルーテックの規格は全幅 1m81 なんですけど、 350D はワイドのオーバーフェンダー、うん、AMG の規格と一緒の 1m86cm のフェンダーなんで、寸法で言うとなので、ね、そこのここの違いっていうのもあります。外観で大きく違うのはもう大体それぐらいで、あともう横から見たりとかしてもほとんど区別がつかない感じですね。で色がこれポーラーホワイトっていう白っていう感じですね。まあ今人気ですねやっぱり 350D、うん、そうですね、やっぱディーゼルモデルっていうことで、そう一応ね今回こちらご注文いただいた方っていうのがまあうちの昔からのお客様なんですけど、奥様が多分きっと多分メインで使われる感じになるんで、うん、初 G クラスという感じなんでね、ちょっとなるべくパリッと、満足してもらえるような仕上がりにしていきたいなと思ってます。はい、内装はこんな感じでですね、ブラックの革シートですね。はい、こんな感じとなっております。まだ全然掃除もまだしてないんで砂汚れとかその辺はあるんですけど、まだ革のコンディション的には全然いいかなっていう良さそうですね、うん、感じですね。しハンドルの擦れもほとんどないですしね、いい感じだと思います。天張りもねたるみもなく、はい、で内装のそのこれもたまにご質問いただくんですけど、大きく違うのがこれ7インチのディスプレイなんですよ、はいはい、で G350D でも2017年以降になるとこれが8インチになるんで、で Apple CarPlay とかそういうアンドロイドオード携帯とスマホとこうリンクっていうかそういう機能がついてるんで、そこの違いはあるんですけど、大きくっていうと全然一緒ですね、はい、で実際乗り比べてみてもブルーテックと 350D 違いとしてはなんかそんなないかなっていう、うん、ところなんで個体差があるぐらいな感じですかね。個体差は、うん、なのでね、まあもちろんブルーテックの方のが年式がちょっと落ちるんで、うん、その辺でまあ予算とのバランス見てもらって、うん、選んでもらえばいいのかなっていう感じなんですけど、確かにちょっとコンパクトな感じですね。そうですねこれね、で CD まだ CD があるタイプですね。ああそうです、はい、ほんとね程度がめちゃめちゃいいんですよ。我ながらいい仕入れができた、いい仕入れができたって本当思ってますね。そうやっぱね注文販売で一番お客様もそうなんですけど不安に なる部分っていうのが現車見ないで買う買い方なので、うん、そうですね。そうなので本当に大丈夫かっていうふうに思われる方もいらっしゃるとは思うんですけど、まあ基本的にまあ在庫車仕入れる時も基本的にやっぱこの車も関東圏からの方の仕入れなんで、まあ実際僕が現車を見ては買ってないんですよ。ただやっぱ仕入れの時にですね、もう事前に出品表っていうのがあるんで、まあ例えば背面タイヤのところに傷とかへこみがあるっていうのとか、まあこのドア波があるっていうのももう当然分かってたんで、まあ、そのあたりは補修するともう想定しての予算組というか、そういう風になってますし、であとですね現地の方で下見入れてるんで、逆にその出品表でわからない細かい部分ですね、どっちかというと、う
その辺はですね、まあ、僕に代わってその現地で見てもらってる方とこう電話でこう、ここどうなってますか、うん、こっちどうですかとか結構細かく僕聞くんで、そんな感じでね、まあ、実際見てはないんですけど、まあ、見たぐらいの感じで、うん、仕入れしてますんで、そこでしっかりやり取りして、そうですそうです、やっぱね、そうじゃないと僕もね、うん、不安残したまんまだとおすすめはできないんで、また金額とかも結構変わってきたりしますもんね。そうすると、もちろんね、自動車、中古車っていう観点でいくと、うん、当然車来て乗ってみてしないとわからない部分っていうのは当然あるんですけど、まあ、なるべくね、そういったところを少なくして、まあ、最初に分かる部分っていうのはきっちりこっちで把握して、うん、でまあ、それでまあ僕も本当にいいと思ったものしかやっぱ進められないんで、うん、そうなので、ね、そういう感じで注文販売の方の車はやってますので、うん、まあ、なので現車見なくても、予想通り、予想以上かもしれないです、うん、どっちかというと予想以上に、あ、綺麗だったなっていう感じなんで、そうなのでね、僕も早く納車、してお客さんがの笑顔とかね、ちょっとそういうのを楽しみになんで、はい、まだね、本当車来てすぐなんで、まだね、お客さんも車見られてはないんで、大体、うん、これから1ヶ月ぐらいかけて仕上げていく感じですか。そうですね、まず、まあ、きっちりその辺もまず点検整備ですね、その辺はしっかりさせてもらって、その買ってすぐね、やっぱりバッテリー上がっちゃったとかだと嫌じゃないですか。そうなのでね、そういったところ消耗品関係も一通り変えさせてもらいますし、うん、まあ、今回車検がちょうど切れてた車なんで、まあ、車検取ったりとかですね、まあ、あと内外装も綺麗に仕上げますんで、まあ、その辺作業させてもらって納車と、まあそうですね、大体1ヶ月ぐらいどうしてもかかっちゃう感じにはなるんで、はい、そう、そんな感じですね。そうで、サンルーフとかもね、やっぱ開け閉めしないと音がね、たまにG クラスのサンルーフの異音って結構あるんですよ、うん、出品表に書かれたりしてるんで、そうですね、そう、その辺ももちろんチェックさせてもらってますんでね。いや、いい感じです、いい感じの。やっぱね、今新型 G クラスってもうやっぱ市場だとプレネがやっぱついてて、もうどっちかというともう2000万に近い車なんで、まあ1000万円ぐらいで、ゲレンデっていう方だと、やっぱりこの方の G350D とか、まあ、例えば今回一応ですね、2014年式の、走行距離が41,000キロで、まあ、車検取ったりなんやかんや一通りこの辺綺麗にして、全部の総額でだいたい800万円ぐらいなんですよ、はい、そうなので、その辺の予算でですね、まあ、1000万円以下の G クラスっていうことだと、やっぱ 350D だったりブルーテックだったり、とかがやっぱ人気なところかなという感じなんで、はい、もし参考にしてもらえたらいいかなと思いますね。はい、鉱石もね、こんな感じで結構綺麗ですもんね。そうですね、うん、そう、まあ本当、あと本当よくある G クラスあるあるのですね、劣化しちゃう部分っていうのも一通りねチェックさせてもらってますんで、うん、このいうね、セーフティーネットも入ってますし、うん、これもね、実はこの2016年までかな、うん、の G350D とかブルーテックってヘッドライトの、はい、本当はこのカバーが付けれるんですよ、付けれるパーツだけがついてます、ね、あ、そうなんですよ、で大体皆さん外されてますけどそう、これもね意外と、うん、なのでね、ワンオーナーとかだと、ワンオーナーのいいところってやっぱこういうのをね、ちゃんと保管されてるところですよね、うん、なのでまあこういうのを取ってあるイコール、まあ、もちろん記録簿等も結構全部揃ってましたし、う
まあ、丁寧に乗られてた。そう、丁寧に乗られてたのがもう本当分かります。うん、ここにもね、うん、でもそんなちょっと白っぽくなってる汚れぐらいで、そうですね、傷はこのここぐらいですね。そうですね、でも全然、うん、あのもっとガリーっていうのは結構あるんで、いいですね、うん、状態的には申し分ないかな感じであります。はい、という感じですかね。はい、今日はなのでまああのちょっと注文販売のご紹介みたいな感じに なるんですけど、まあ今回ですね、この G350 のブルーテックの方、これから納車準備ということで、はい、なりますんで、またもし注文販売でですね、あの G クラス購入検討されてる方いらっしゃいましたら、一回まあお問い合わせいただければ、まあ例えばまあ車種とか希望の走行距離教えてもらえれば、だいたいこれぐらいの予算ですねっていう感じですし、まあ逆に予算先に言ってもらえれば、だいたい何年式の何万キロぐらいですねっていうふうに ご案内できますし、うん、まあそのより詳しくですね、説明の方とかもさせてもらいますんで、また興味ありましたら一度お問い合わせいただければと思います。お願いします。はい、ということで今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。